さあ続いてのお店はこちら、福田寿司です。お寿司屋さんですね。行ってみましょう。どうもこんにちは、草でかです。よろしくお願いします。今回老舗を回っているんですけど、はい、こちらは創業何年ですか？そうですね、まあ、大正時代からやっておりまして、まあ、100年近くになるかと思いますけど。100年も、はい、もうきっと ね変わらないメニューはあると思います。そうですね、じゃあ早速ですが老舗自慢のあれお願いします。はい、わかりました。老舗寿司店の4代目福田幸秀。大正時代弁当惣菜店からスタート。店前に旧国道1号が開通するのも見届けてきた。現在は寿司処として定番の握りや特製の甘だれが評判の豪華チラシなどを提供している。これが老舗自慢のあれです。わあ、すごい。福田寿司老舗自慢のあれは秘伝の稲荷寿司。創業から受け継がれる製法で仕上げた自家製稲荷寿司だ。稲荷8個とサラダ、味噌汁がついたランチのお値段は後ほど。おいしい。甘いですね。そうですね、あの昔からの煮方で、甘じょっぱく、煮ております。稲荷寿司ってここまで中までこうしっしっかり味がついてるもんなんですね。そうですね、あの木皿っていうかザラメを使いまして、うんうんうん、1時間以上かけてあのじっくりとあの染み込まして煮ておりますので。ザラメっていうのは基本的に慣れるしで必ず使われるもんなんですか？そうですね、あの照りも出ますし、うん、甘さに深みも出ますし、たまにあの隠し味で水飴なんかもあの入れたりします。あ、はい、あでも煮方はじゃあ昔とずっと変えずに。そうですね、これ今8つセットになってますけれども、おいくらぐらいするんですか？あ、そうですね、あの500円でやっております。ん、はい、8つで。そうですね、でこちらもこちらも込みで、はい、ってことは1個おいくらぐらいになるんですか？そうですね、1個はあの60円になります。1個60円、はい、先々代からもずっと長くやってっていうのもありますし、まあ、なるべく据え置きでやっております。ずっと昔から同じ値段で同じものをいただけるってありがたいですね。そうですね。決め手はかんぴょうの煮汁やザラメなどを加え大鍋で煮込むこと。味に深みが出るんです。よっ、これぞ老舗のこだわり。寿司の歴史が垣間見えるのが代々使われてきた湯飲み。まあ、定食をやりながらお寿司屋をやってた時の多分湯飲みだと思うんですけど、電話番号があの484って3桁、あの3桁なんですよね。へえ、本当だ。電484って3桁しか書いてないですね。そうですね。はあ、やっぱり時代か、こういうところで時代感じますね。そうですね。ちょっとずつこう桁が増えていくんですね。そうですね。でここから電話番号もちょっと変わってるんですけどね。あ、本当ですね、はい、変わってますね、はい、それぞれ数字が違いますね。時代の時代の変わりをなんか感じますね、はい、お店は通し営業、お寿司はお持ち帰りもできますよ。